どうもフルフルです。本日は久々にこちらのシリーズを買ってきたので開けていきたいと思います。何かと言いますと、こちらネットで結構話題になっております中国のフィギュアメーカーかなの ZD トイズさんのアイアンマンマーク6を買ってきました。逆三角の形のアークリアクターが特徴のアイアンマンですね。 ZD トイズさん自体持っているのは僕こちらのアイアンマンマーク2のみで、これ以来の2体目のフィギュアなんですけれども、マーク2もとてもクオリティが高かったので楽しみにしております。ではまずはビニール剥がしていきたいと思います。はい、ビニール剥がすと箱の形は基本的にはマーク2と同じこの観音開き系の箱になってますね。相変わらずめちゃくちゃ箱の高級感がすごい。そしてマーク2の時は銀色に光ってたんですけど、ホログラム加工っぽくされてましたね、背景とかが。今回も箱ギラギラに光ってます。あとパッケージの表面自体はこのマーク2のアイアンマン自体がドカンと映ってる感じじゃなくて、ポージングしたキャラとして映ってたり、後ろにちょっと薄く映ってたりみたいな、ちょっとだけ変わってますね。アークリアクターのここを開ける、この形は変わっておりません。そして開けるとマーク6が出てくるような仕様になってますね。これかっこいいんだよな。でこれを外すとフィギュアが出てきます。じゃあ早速ブリスターから外していきたいと思います。ブリスターから出すとこんな感じ。いやーかっこいいですね。めちゃ全然塗装とかもすごく綺麗だと思いますけど、頭から順番に見ていきたいと思います。はい、まず顔とても綺麗ですね。塗装のムラとかもほとんどなくて、低価格のフィギュアとは思えないぐらい精巧に作られていると思います。目の奥までしっかり再現されてますね。そして胸のアークリアクターとかもすごく綺麗です。 ZD トイズさんやっぱりすごいっすね。関節とかもあんまり目立たないですね。前とこの大きさのフィギュアだと関節の部分目立っちゃったりすると思うんですけど、全然悪くない。そして肩はここぐらいまで上がります。肩自体別パーツにはなってるんですけど、干渉してここが限界ですね。そして腰の部分、ZD トイズは腰があんまり曲がらないんですよね。ここがこのくらいしか曲がらないのと、下半身も特にここに可動とかがないので足しか動かせないっていうところ、ここがちょっと、まあ、残念、まあ、十分なんですけどね。この値段でのクオリティにしては全然十分すぎるぐらいなんですけど、強いて欠点を挙げるとしたらそこが一番大きな欠点かな。腰回りの可動ですね。足もめちゃめちゃ綺麗、いいですね。膝は十分曲がります。ただヒーロー着地のポーズとかは結構難しかったりします。やっぱり腰の可動が一番かなの関係でですね。ちなみに首はこのぐらいまでしか動かないので、正面向いて飛んでるようなポーズはなかなか難しいですね。手のパーツはもともとついている握り手パーツの他に全部で3種類になってます。通常の平手パーツと手のひらもかなり精巧に作られていて綺麗ですね。さっきのよりちょっと指を折り曲げている平手ですかね。若干違うのが分かりますかね。結構細かいんですけど。そして手のひらに穴が開いていてエフェクトをつけられるハンドパーツになっております。エフェクトパーツはこんな感じ、つけるとこんな感じ、結構フィギュアアーツと似てますかね。エフェクト自体はエフェクトは全部で4つついていまして、手のひらに2つつけられるのと足の裏にも穴が開いているのでつけられるようになっております。この辺はマーク2とほとんど変わりません。ほとんどというか全く同じかなですね。あとはアベンジャーズのロゴが入った台座がついております。付属品はこんなもんですね。
はい、ということで今回久々に ZD トイズのアイアンマンマーク6購入しましたので開封していきました。結構ネットで話題になって人気のあるシリーズなのかな。なので全然ホールオブアーマーとかマーク3とか他のアイアンマンマーク5も出てるかな。結構いろいろなアイアンマンどんどん出してくれているこのシリーズなので、あんまり店舗とかで見ることはまだまだ少ないんですけれども、安価なねホットトイズとか手を出しにくいっていう人もサクサク買えて集められる、なんならフィギュアーツよりも全然安くて手に入れられるフィギュアなので、なかなかファンのつきやすいシリーズなんじゃないかなと思っております。ただ今のところアイアンマンのみですね、シリーズとして作られているのは。ただライトアップ版とかも出ててすごくいいシリーズだと僕は思います。ただやっぱり欠点としては稼働をもう少し頑張ってほしいかなっていうシリーズにはなっておりますね。マーク2とあんまり稼働域は変わってなかったので、この辺改善していってくれるとどんどんいいフィギュアになるんじゃないかなと思います。ということで今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価よければよろしくお願いいたします。バイバイ。